マチョウ類あるいは、マトリアコウは、シノルニスより、原生鳥類に近縁である鳥群の最も近い、共通の祖先含むクレードである。白秋前期頃に分岐したとみられる。知られているサイコの種は、白秋前期のガンススという水鳥である。白秋後期のイクチオルニスやヘスペロルニス、および、原生鳥類を含む。イクチオルニスやヘスペロルニスの系統は、 白亜紀末に絶滅しており、原生鳥類の祖先ではない。クラークラは、現在知られている最も原始的な魔鳥類は、原生鳥類と同じような機能と、原始的な機能を合わせ持っていた。これらの種は、腹肋骨と、恥骨結合のような原始的な特徴を持ちつつ、原生鳥類で見られる、微端骨が初めて見られた。ユーグシアノーニスのタイプ標本では、 原生鳥類と同じ配置で8本の細長い尾葉が保存されていた。これより以前のビタンコツ類ではこの尾葉を持った種は知られていない。その代わり、タイになった羽毛または短い羽の房が見られた。魔鳥類の名は1889年にエドワード・ドリンカー・コープによって初めて命名された。ポール・セレーノは1998年に魔鳥類を エナンティオにニス類より、蝶類に近縁であるすべての動物のクレードとして定義した。この定義は別の広く使われている名前であるマトリガタ類を包括している。マトリガタ類は1999年にルイスキアッペによってパタガープタークス、ボロナ、オーナサリーに加えてそれらの子孫のすべての共通の祖先として命名かつ定義された。以下の体系図は リーラにより分析された結果に基づいたものである以下のリストは原始魔鳥類の属名である。特に断りのない限りホルツによるホルツはユーロリンノーに続く突破キシー属を魔鳥類に含めたが、それらは抑留として再配置されている。ありがとうございます。